ーポーター。さあ皆さん改めましてこんにちは、ナビゲーターのみおです。今回もおすすめ動画を3つピックアップしてお届けします。フォーカスターリポート、引き続きこちら奈良県にあります手打ちそば林さんからお届けしていきたいと思います。そして今回ピックアップする動画はですね、なんとここが奈良県であるにもかかわらず美和系 TV から3本お届けしたいと思います。美和系 TV からすべてエイリーちゃんという、可愛らしいリポーターさんが行ってきてくれました。一つ目はザク、二つ目というとっても賑やかな居酒屋さんです。そして二つ目がリオパイズというオーストラリアンミートパイのお店。そして三つ目はめぐり生態所という痛くない生態所、こちらをご紹介したいと思います。さあそれではまず最初のリポート先にフォーカスイン。さてさて、まず一つ目のピックアップした動画はエリリちゃんが行ってきてくれましたザク二つ目という居酒屋さんです。二つ目というのは2店舗目ということなんですが、一つ目二つ目という数えるようにしていくのがなんだかいいですよね。さあそしてですね、おーおーおー元気だな。ですね、今回ご紹介するこのザク二つ目はですね、ものすごくテンションが高くて楽しそうなお店なんです。すごくノリが良くてテンションが高くて、もう店員さんがものすごく元気が良くて、もうその元気の良さがね、あのお客さんにまで伝わってくるんじゃないかなという、そんなお店になってます。でお料理もすごくこだわっていまして、特に見た目もね素晴らしいんです。あのコンセプトが女性がいやめっちゃ可愛いっていう、そのノリの可愛らしさをイメージした、そんなお料理の見た目になってます。皆さんもぜひあのお越しになった際は可愛いって言ってください。お待ちしてます。そしてですね、あの今回行ってくれたエリリちゃんがこの日なんと誕生日だったそうで、バースデーサプライズパーティーを開いてくれたんです。これ本人もすごくびっくりしていたんですが、紙芝居があったりね、ケーキが出てきたりすごく楽しそうで、もちろんこちらは一般のお客様でもあのご予約いただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。めっちゃめちゃ店員さんの元気がよくって、居酒屋で盛り上がること間違いなしですので、皆さんぜひぜひ行ってみてください。というわけでザク2つ目お届けしました。さあそれでは次のリポート先にフォーカスイン。さあ次にエリリちゃんが行ってきてくれたのはリオパイズというオーストラリアンミートパイのお店なんです。皆さんミートパイって食べたことありますか？私もねあまりないんですけど、実はこのお店が日本発祥の店なんだそうなんです。ミートパイというとどんなものなんだろうと思いながらこの動画を見ていたんですが、店内はログハウスのようで、ものすごく落ち着いた雰囲気で、あ、こういった森の中みたいな雰囲気もいいななんて思いました。そしてですね、今回このお店では5種類のミートパイと4種類のチキンパイを食べることができるんだそうで、エリリちゃんが食べに行ってくれたんですけども、店内で食べるのはもちろんのこと、テイクアウトもできるそうです。でこの動画ではミートパイの美味しい食べ方のコツなんかも紹介してくれてるんです。食べたことないという方、ぜひこの食べ方をねチェックしていただきたいと思います。それにしてもエリリちゃんめっちゃ美味しそうに食べますよね。あの食べた時のパリパリというパイの食感が伝わってくるようで、あ、美味しそうやななんて思いました。こちらのミートパイ、チキンパイはですね、インターネットで、お取り寄せができたり、また車で移動販売もしてるんだそうです。そちらの方はぜひホームページでチェックしてください。というわけでミートパイのお店リオパイズでした。それでは次のリポート先にフォーカスイン。さてさて、最後にご紹介するのはめぐり生態所という生態所なんですけども、皆さん生態ってどんなイメージ持ってますか？私はですね、こうボキボキッとすごい音がしたり、無理な体勢をしたりと、ちょっと痛そうなイメージがあるんですよね。しかしここの整体所は痛くない整体をしてくれる、オリジナルの整体を受けられるというところなんです。あの痛くないし、無理な体勢をしないので、ああいうね小さなお子様から老若男女、おじいちゃま、おばあちゃままで体験していただけるということなんですね。で、痛くないしリラックスするので、あの胃腸の動きとかも良くなりますし、腰痛とかしびれとか、もちろん体の歪みまで直してくれるんだそうです。もうゆらゆらっとしたりして、エリリちゃんもものすごく気持ちよさそうでしたよね。ちょっと羨ましくなってしまいました。
声帯は痛くてちょっと手が出しにくいという方、こちらのめぐり声帯所なら痛くない体に優しい声帯が受けられます。ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。さあということで、今回は3つのピックアップした動画すべてリワ系 TV からエリリちゃんが行ってきてくれたリポートをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひね、滋賀県にお出かけになる際は、そして滋賀県に、住んでおられる方はぜひこちらの3つのお店チェックしてみてください。というわけでフォーカスターリポートのコーナーでした。